皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、お客様の絞り込みは TPO で絞るというお話をしたいと思います。TPO っていうのが、この時の T はいつ、タイムということですね。P はプレイス、どこでということと、 O はオケーション、どんな機会にどういうふうに使うっていう、まあそういうシーンで絞り込んでいくっていうことをすると、商品が特別なものというか、サービスが、他とね比べにくいようなものに仕上がっていくっていう、そういう例をちょっとお話をしたいと思います。私のパン教室が、遠くからでも人が来て支持された事情と理由っていうのは、まあ、いろんな意味で分析はもちろんしているんですけれども、私自身がこういう顧客層っていうのをもちろん想定して、でその人に響くようにコピーライティングを書いてとかっていうのをやってはいるんですけれども、そもそものその企画の段階ですね、どういう人をまあターゲティングするかっていうところが、従来のそのパンの領域で当たり前である領域からちょっとずらしたところをメインターゲットというかテーマにしたっていうのが多分大きかったんじゃないのかなと思うんですね。これはなんでできたかっていうと、私はパンの人ではなくてビジネスから来てる人でパン教室をやっていたから、ちょっと変わった考え方がおそらくできたんじゃないかと思ってるんですね。例えばですね、パンだけでパン教室を捉えていくと、例えばイーストなのか天然酵母なのかとか、どういう手法でできるのか、どういうパンが作れるのかという、まあ、当たり前ですけど技術にすごく寄った形でのパン教室の構成になっていっちゃうんですよね。でもちろん技術は私も教えるんです。天然酵母を教えてました。で、技術は教えるんだけれども、まあ、そこにまあ、ライフスタイルと言われるこの TPO を入れ込んだ形でコンセプトを作ったんですね。で具体的に言うと、大きなコンセプトがプレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンっていうコンセプトを作りました。でそういうのを作りたい人ね、集めようっていうことにしたんですね。で例えばタイム、 TPO の T は、まあ、どういう時なのかっていうのは、パンっていうのは、まあ、通常家族のためにとか健康のためにとか自分のために作るっていうのがメインと思うんですけど、私のそのパンっていうのはギフトとして渡すために作ったらいいんじゃないのかなっていうところをまず思いました。人にプレゼントをするというパンの使い方ですね。だから自分ももちろん食べちゃってもいいんですけど、だから成形が綺麗で可愛い方が、まあ、喜んでもらえるからいいかなっていうふうに思ったんです。だから日常使いでもいいんだけど、どっちかというと非日常で使ってほしいイメージのパンだったんです。ということはプレイスはパーティーシーンとか華やかなパンだったりするので、あとはご友人へのプレゼントとか、あと私の生徒さんでは食べ物の方がね大丈夫な方の場合にはお見舞いに使ったりとか、お礼に使ったりとか、そういう方もいらっしゃったので、まあ、イメージはねパーティーシーンなんですね。私の中ではそういうことを特に重要視して、そのパンを使ってもらうシーンを考えました。でオケーション、これが一番多分変わってるコンセプトだったと思うんですけど、人に喜ばれるプレゼントをするっていうことにパンを使おうっていうことをベースに私は考えたんですね。だからパン作りをしたい人、健康的なものを作りたい人ももちろん来ますけれども、人に喜ばれるものを作りたい、それがしかも食べ物の中のパンがいいという人が、まあ、来てくれるような、まあ、そういう人々ですね。なのでライフスタイル的に言うとプレゼントしたいタイプの人です。あげたい、喜んでもらいたい、笑顔が嬉しい、ありがとうと言ってもらえる自分が嬉しい、これが教室でパンを習う理由になるという、ちょっと変わったのに二次元というか、技術が上がるとかそこを目標にしてるんじゃなくて、揚げたパンで人からありがとうを言われて嬉しいと思う感情の部分に寄った形でパンのコンセプトを作ったっていうのが多分ちょっと変わってたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、私自身もそれはそれで、皆さんがね自分がもちろん楽しんでもらっても自分へのご褒美ってことで OK なんですけど、まあ、大概何か誰かにあげる方が多かったんで、
私もそういうお話をまた喜んでよっていうのを聞くと、本人が嬉しくって相手の方も嬉しいので2倍喜びの報告を聞くことができたんで、そういう意味ではねすごい嬉しい連鎖でしたね。だからこの領域でいくとですね、あんまりこうパン教室が競合他社にもなるっていう、まあ、競合他社っていう言葉もあんま好きじゃないんですけどね、まあ、あの違う領域の、まあ、教室があるっていうところでね考えると、そういう形にはなるんですけれども、競合と言われるところがプレゼントっていう領域になるので、習い事的に言うとどうなんでしょうかね。プレゼントを作るとこラッピングの教室とか、あとはそれこそ本当にギフトです。お花とか果物とか、ああいうギフトに払う料金と教室の料金っていうのが比較対象になってくる感じですよね。なので、確かに私の教室は高い方だったかもしれないんですけれども、その価値をプラスアルファでやってるので、習えて食べれて相手にも渡せるみたいな、その知識と技能もついて、プレゼントとかを普通に買っちゃうよりも、体験を渡せるっていうところの付加価値が大きかったんじゃないのかなっていうふうに思いましたので、あの特にまあ、そもそも高いと思ってる人は来なかったと思うんですけれども、普通にやるパン教室の料金よりは、高くても人は来ていたという状態を作ることができました。なので絞り込みっていうのはもちろん年齢とかどういう人でっていうのはよくやる話ではあるんですが、そこにプラスアルファですね、 TPO ですね、タイム、プレイス、オケーション、このあたりまで、練り込んだコンセプトを作ると結構オンリーワンになるので、見つけてさえもらえれば来てもらえる確率が非常に高くなるなというふうに感じました。これは実体験からです。なんでご自身の教室の場合、それができそうかできなさそうか、どういう価値が加わるとそういうふうに見せられるのかっていうのが、考えていただければ教室の雰囲気また変わるんじゃないのかなっていうふうに思いますので、ぜひご参考に。